ハワイの情報発信ヘニオチャンネル。今回は毎月インスタグラムで配信しているハワイの情報2024年10月版をもとにインスタライブをした再編集版になります。皆様からのコメントとか言葉では伝わりにくい箇所に情報を足してます。10月にハワイに行かれる方は参考にしていただけますと幸いです。ぜひ最後までご覧くださいませ。では早速ですね、今日は10月ハワイをお届けしたいと思います。去年の10月からこういう風な感じで毎年ハワイ、毎月ハワイっていうのを、情報として配信させていただきました。ちょうど1年回って、10月から始めた理由っていうのが、ちょうど去年の10月10日から私ハワイに行ってました。で、レアレアバケーションレンタルの、アラモアナホテルに泊まったんですけど、ちょうどその時の10月の情報が欲しくて作ったやつのちょうど1年後でもう一個ブラッシュアップして情報としては仕上げれたかなと思ってますので、こちらの方見ていただければと思います。まず最初はこちらです。ざくっと全体的な話です。10月のハワイ、天候と気温と服装。10月は5月から10月の6ヶ月が寒気で、11月から4月が雨季となってます。ただ、2024年の寒気って言われてる5月にむちゃくちゃ今年雨降ったんで、ひょっとしたら10月も雨が多いかもしれないです。そこはちょっとお気をつけください。あと朝晩がちょっと冷え始めてるって滞在中の方が言われてたので、朝晩こう結構例えば6時とか、それこそザバスで、ノースショア行くとか、カイルアに行くとか言われる方はちょっと冷えると思いますんで、羽織るもの、ちょっと分厚めのを持ってってもいいかなと思います。で、次に日の出日の入り、細かく日付別で出すんですけど、10月後半になってくるともう18時で日が沈んでいきます。で、太陽も夏場は山手に行ってた、日の入りが海側に入っていくので、海に綺麗に沈む夕日が見えてくる時期になってくるかなと思います。で、10月はフェスティバルとかパレードもいろいろイベントがあります。で、10月末はなんといってもハロウィン、アメリカのハロウィンなんですけど、カラカワ通りがすごい賑わうよっていうところです。で、10月は年間を通して観光客は少なめです。去年の10月も行ったんですけど、比較的人数は日本人の方は少なかったかなと思います。そういったところで、飛行機のチケットはね、確かに安くて、アラモアナホテル泊まって10月に行った理由としては、飛行機のチケットも安かったからっていうところが一つの理由になります。リリーさん、木曜日から行きます。タイムリーな情報ありがとうございます。ありがとうございます。これからいろいろ言っていきます。みーさん、いつも情報配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。1973、去年は11月下旬に行って半分曇りだったので、今回は晴れてほしい。そうですね、天気がね結構左右されますからね、雨季入りますからね。ということで続きまして、もう一個詳しく書いた、天候と気候と服装です。10月のハワイ、私的には人は少ないんですけどおすすめです。暑さのピークもちょっと下がってきて、人も少なめで過ごしやすいシーズンかな。で、雨季の始まり、11月からスタートなんですけど、にわか雨、もう一個9月よりも降りやすいかな。で、ちょっと蒸しする時もあるかなっていう季節になります。で、雨が増えるんですけど、さっきも言いましたけど、虹が見えるチャンス、雨が降ったら太陽の方向の反対側を向いたらこう虹がかかっている可能性があるので、そういったところで結構ね、朝一のこうバッとレインシャワーの後のこう朝日に当たる虹っていうので、いろんな方が写真撮られてたりとか、ストーリーズ上げてらっしゃる方がいらっしゃいましたので、そういったところを見ていただけると、朝の7時台とか8時台とか、虹が見れるチャンスかもしれません。あと、ハリケーンの影響で波が高い場合があるそうです。直当たりしなくても結構風ですごい、ホノルル市内風が強かったりとかしますんで、そういった時はお気をつけください。あと、10月といえど 日差しはやっぱり常夏なので厳しいので、日焼け止めは、必ず現地調達がおすすめです。必ずじゃないな、現地調達がおすすめです。特にお安く買えるのがウォルマート、ドン・キホーテ、ロングス、ここ3つ値段比べてもそんな1ドル2ドルしか変わらないので、お近く の手配、買い物しやすいところで日焼け止め買うのがいいかなと思います。朝晩は冷えますので、長袖シャツとか羽織れるもの、男性もですね、あとはその
前も言いましたけどザバスで移動される方はバスの中すごい冷えるので、あのそういった、寒さ対策もしていきましょう。平均気温は 25.1 度で最高気温が29度、いつもあの先月までは30度とか言ってたんですけどちょっと下がってきてます。最低気温も22度で、ここからずっと下がっていく感じになります。M293、ハイアットリージェンシーに泊まってます。今日は朝からパレードでした。アロハフェスティバルのパレードですね。あの、キングカメハメハのやつとかね、すごい、やっぱ、インスタって面白いですよね。もう今日あったパレードがもういろんなところ、ハワイアン航空さんのブースのパレードとか、いろいろ朝からパレード見れたので、そこはこう、旬な情報をいっぱい見れて面白かったです。で、天候に続きましては、日の出、日の入りについて、ちょうどね、今日から行かれる方とかいらっしゃいますので、10月1日のタイミングやと朝の6時21分に日海面から上がるって、あ、こっちか、海面から上がるなので、あのホノルル市内の山が上がってくるのはだいたい7時過ぎとかになってくるのかなっていう時間帯です。10月1日だと日が沈むのも18時19分頃なんですけど、まあ、中頃15日だと朝の6時26分に日の出、夕方の18時7分に日の入りっていう形になります。末、10月末になりますと、6時33分に日の出で、もう31日になると17時56分に日の入りなんで、18時のタイミングやともう日沈んじゃってるんで、あのどっかこうお出かけしてってワイキキビーチ帰ってきました、日の入り見ようと思ったらもう6時やったらもう日沈んじゃってるんで、5時ぐらいからこう赤くなりだして、あの皆さんワイキキビーチでこう写真撮られたりのんびりされたりしてるのかな。17時台の日の入りなので、私この時期に好きなのはそのワイキキビーチとか見れるあたりの海沿いのレストランとかハッピーアワーで日が沈むのを見ながら、あのお食事、夕食を食べるっていうところは私はすごい好きでおすすめです。私が好きなのはチーズバーガーインパラダイス、デューク・カハナ木造の向かいあたりにあるあのハンバーガー屋さんなんですけど、あそこすごい窓が大きいのでビーチのこう赤くなって夕日が沈んでる感じ、ワイキキが綺麗に染まってっていうのは私はすごい好きです。はい、で続きまして、去年の2023年の入国者数なんですけど、ちょっと数字がちっちゃくて見えにくいかもしれないんですけど、このね10月の例えば2日、1739人やったんです。まあその時ひょっとしたら天候の影響でこうなんか飛行機が飛ぶ飛ばないとかあると、あの数がぐっと減ったりはするんですけど、あの今って9月末とかは入国者数が3000人超えてる日が結構多かったんです。それに比べると10月に入るとガクッと、入国者数、まあこれ日本の方がハワイホノルルに、入られる数なので、10月上旬というのは結構少ないです。で、中旬から下旬にかけてはちょっとずつ増えてくるかなっていう感じになります。なんでこの時期であれば、あの結構行動も動きもやりやすいかなっていう感じになります。月間の平均の数値で見ると2596人っていう感じになります。なんで10月は比較的まあ人数は少なめなのかな。でどこ行ってもはあの空いてることは空いてるとは思うんですけど、あの別に日本人だけじゃなくて韓国の方とか中国の方とか、あのアメリカの本土から来られてる方とかもいるんで、全然いないっていうわけではないです。で、ワイキキで見れる無料のフラになります。上から順番に行きます。ロイヤルハワイアンセンターのロイヤルグローブで、やってるフラショー、火曜水曜金曜土曜日の夕方17時半からやってます。これはあのロイヤルグローブなんで、あの無料であの前 の, しあの人工芝のところ座ってのんびり見たりとかいう風にあの誰でも参加できるやつになります。次がオナラニサンセットストーリーズフラショー、これがインターナショナルマーケットプレイスで月曜と水曜日と金曜日の18時からになるんですけど、18時は9月からなんです。なんで今まで夏場見られてた方は18時半だったんですけど、9月10月とかそれ以降は基本的には18時からになります。
で、次がクヒオビーチのフラッシュオフ、デュークカハナ木造からちょっとダイヤモンドヘッド寄りに行ったところの クヒオビーチのフラッシュオフになって、これは火曜日と土曜日の18時半からです。ただ18時半なのでもう、後半になってくるともう日沈んで結構暗い感じになってて、まあ、マジックアワー的な時間帯でフラショーが見れる感じになります。で続きましてがキロハナフラショー、これ先月のこの、9月のハワイでお伝えしたんですけど、キロハナフラショーは今年の2月4月から、再開されたフラショーなんですけど、ワイキキシェルで、やってたのがちょっとそこが工事入ったんで、先ほど言ったクヒオビーチフラショーとほぼ同じ場所、クヒオビーチフラマウンドっていうところで、開催されてます。で他と違ってここのキロハナフラショーだけ朝の9時半スタートです。で曜日は月火水、以前は日曜日もあったんですけど、日曜日がなくなって月火水の9時半だけで、これ結構本格的なフラショーが見れて、あと大体9時半スタートぐらいからこう人がバラバラ集まってきて、始まる頃には結構人がぎっしり座られてる感じで、みんなこう動画を撮ったりとか、ストーリーズで上げてはる方とかも見たんで、無料で見れるので、こういったのを参加されるのはハワイ感を感じれていいかなと思います。で次がアラモアナフラパフォーマンス、ここはアラモアナセンターのセンターステージで毎日17時からやってます。こちらも全て無料になってます。でクハアホんクハーヘオショー、ワイキキビーチウォークの噴水公園のところになるんですけど、ワイキキビーチウォークってハレクラニとかでルースズクリスさんとかソーファリビングさんとかがあるところです。そこのフラショーは毎週火曜日の16時半からだけっていう風になってます。滞在されるホテルの近くとかでもしやられてたら、ぜひ無料なんで参加されてはいかがでしょうかっていうところで、次が、定期開催のイベント、まあこれはもう毎月言ってるやつで、これいつもカウカウさんのイベント情報のところから見せていただいてます。毎週土曜日のファーマーズマーケット、有名な人気なところは2つ、カカアコのファーマーズマーケットが毎週土曜日の8時から12時で、まあ、バス停で言うとバス停の953アラモアナブルーバード、アラモアナセンターの前の道ですね。そこずっとカカアコの方に行ってバス停の953で降りたらすぐです。まあ他トロリとかあると思いますんで、そういったところで、乗って行かれたらいかがでしょうかっていうところです。で続きましてが KCC のファーマーズマーケットで、 KCC のファーマーズマーケットは毎週土曜日同じカカアコとで、開始時間が7時半からです。で場所はカピオラニコミュニティカレッジ KCC です。でバス停でいうと240のバス停で、クヒオ通りから 2L って書いてるバスに乗っていただけると、すぐ近くまで行けるんですけど、この 2L がねちょっとバスの数は少ないので、Google マップとかダバスのアプリとか使ってみていただければ、ダバスやったら往復乗っても3ドルと3ドルの6ドルとか、乗り放題で 7.5 ドルとかになるんで、そういった使い方がいいかなと思います。で、まあ、土曜日がここ固定になっちゃうんで、他楽しめる方法としてはハイアットリージェンシーのファーマーズマーケット、ハイアットリージェンシーホテル の, 1階のところ通路でいろいろなお店が出てます。他に比べるとハイアットさんのファーマーズマーケットはお店の数が多いと思います。毎週の月曜日と水曜日の16時から20時までやってますので、いろんなところ、まあ、お出かけアクティビティ楽しまれて、ホテル一遍帰ってきてからとか、まあ早めのハッピーアワーとかご飯食べてホテル帰られるついでにハイアットリジェンシー寄ってファーマーズ見る、月曜水曜日であればっていう感じの参加の仕方はいいかなと思います。で次がビーチウォークファーマーズマーケット、先ほどフラショーで言ってた同じワイキキビーチウォークで、こちらは毎週月曜日の16時から20時なんですけど、こちらはちょっとお店の数は少なめです。で次がアラモアナセンターのファーマーズマーケット、これねあんまり知られてる方少ないかなっていうところなんですけど、結構ローカルのこうグッズとかお店とかが出されてて、アラモアナセンターのセンターステージから2階に上がってもらって、2階からターゲットに行く途中、1階なんか駐車場のちっちゃい
横断歩道を渡るところになるんですけど、そこから行ってもらったらいろいろなお店出てますので、そこで見てみるっていうのは面白いかなと思います。そこは建物の中になる、中の通路になるので、雨降っても全然濡れることもないですしっていうところになります。こちらが毎週火曜日の15時から19時になっております。で、今のが定期開催のイベントで、次がこちらですね、10月のおすすめイベントで、これは10月に、行われるイベントになります。まず1個はなんといってもハロウィン、本場のアメリカのハロウィンが楽しめます。地元の方とか滞在中の方とかが仮装して、カラカウア通りがすごい賑やかになるんですけど、他のブロックパーティーと比べて出店が出てるっていうのはあんまりなくて、どちらかというとあそこの通りをみんな仮装して練り歩くっていう感じになります。アラモアナセンターの北側のお店でそういう衣装を売ってるお店とか、去年行った時はもう10月の初旬やったんですけど、いろんな衣装があって、去年の今の時期なんで鬼滅の刃の炭治郎とか禰豆子とか善逸とか、いろんなこう衣装とか、ポケモンの衣装とかアメコミの衣装とか、いろんなのがあったので、そういう風なのを、ちょっとお値段は高いですけど買って参加する、日本から持ってってもいいと思うんですけど、そこのパーティーに参加して、外国の方、アメリカの方、ローカルの方と一緒に、ハロウィンを楽しむっていうのはすごい面白いと思います。私も10月31日のタイミングでハワイにはいたことはないんですけど、もし行くことがあれば参加はしたいなと思いました。でこちらはブロックパーティーではないので、車は通ってる状態なので混雑するので気をつけてくださいっていうのと、あんまり聞きはしないんですけど、一応事件事故に巻き込まれないようになって、人は多いんですけど何が起こるかわからないのでお気をつけくださいっていうのと、あとはね、これ去年の私がリールで上げた動画になるんですけど、デックさんでいうとハロウィン専用のカクテルメニューっていうのがあって、プロムクイーン15ドルとか14、15ドル、16ドルの商品もあるんですけど、これ翻訳アプリを使ったら、ちょっと癖のある色とか、キュウリ使ったやつとか、グミが入ってるやつとか、ちょっと変わったカクテルっていうのが飲めたりとか、そういうメニューがあったりとか、店内が結構もう仮装されてて、我々が食事してた横の花壇にはお墓が建てられてたりとか、店内に蜘蛛の巣張ってたりとか、店員さんがハロウィンのコスプレされてたりとか、もうこの時期はいろんなお店で、かがわ湖のファーマーズマーケットでも仮装されてる方もいらっしゃいましたので、そういうふうなハロウィンの雰囲気を楽しむ、お店のメニューを楽しむっていうのも一個普段では味わえないハワイを楽しめるのかなと思います。リリーさん、土曜日のファーマーズマーケット片方しか行けない場合はどちらがおすすめですか？カカアコのファーマーズマーケットはわりかし新しめなお店が多いです。で、外国、ハワイで外国っていう言い方が難しいんですけど、アメリカ人の方とかそのヨーロッパから来られてる方とかが多いんですけど、 KCC は比較的日本人が多くて、メニューも日本語表記が多くて、昔からやってるっていうので、買い物しやすいとか日本語通じやすいとかなってくると KCC なのかな。ただ最新の、ハワイを感じたいのであれば、カカアコのファーマーズマーケットかな。私はカカアコのファーマーズマーケットの方が楽しめて好きです。あとローカルの方が参加されてる率が高いのは KCC のようなフルーツ果物屋さんとか八百屋さんとかお花屋さんに行かれるローカルの方、毎月こうファーマーズマーケット行ってそういうのを購入されたりっていう方は KCC 行かれてる方が多いかなっていうふうに考えて、まゆあゆさん、ハイアットのマーケットは予告なく中止もあるみたいです。あ、そうなんですね。9月に初めに行った時やってませんでした。そうなんですね。あそこのね、ヒルドンの花火とかね、やる日やらない日のね、あれが分かんないですよね。 KH さん、前にハロウィン当日 IHOP に行ったら店員さん全員仮装してはって楽しかったです。あ、そうなんですね。なんかね、やっぱりね、そういったところの遊び心いいですよね、ハワイってね。チチュータさん、今回11月のトハでは早朝から KCC に行ってカカアコへはしごする予定です。できます、全然できます。7時半からなんで、例えば8時に KCC 着いて1周
なんか食べたり飲んだりっていうのでぐるっと歩いて回っても1時間ぐらいで行けるので、そっからカカアコにザバスで乗り換えて行っても KCC からカカアコまでは30分もかからないので、うまいこと乗り継ぎ行ければ、だったら9時までにKCC 行ってカカアコ行ってっていうのもできるかなと思いますんで、そちらも両方行くっていうのもありかもしれないですね。でごめんなさい、これまだ途中でしたね。その下にあるのがホノルルプライドパレード、 LGBTQ プラスコミュニティとその友人、家族のための啓蒙イベント、19日が、パレード自体は10月19日の16時からになるんですけど、その前日の18日とか20日はパレードはないんですけど、いろいろな場所でイベントが行われているみたいです。10月19日の16時からアラモアナセンターのビーチのところ、ワイキキブルーバードのところから、カピオラニ公園なんで、一通りこうブロックは封鎖されて、そこでパレードが行われて、そのままワイキキシェルまで行って、そこで17時からフェスティバルがあるそうです。なんでこの日はちょっと一時的に通行止めが発生するので、トロリーとかザワスとかタクシー、まあタクシーもかな、レンタカーとか使われている方は道が止まってしまいますので、10月19日の夕方は道混むぞっていうふうに覚えてください。ピンクトロリーとかはむちゃくちゃ待たされて移動できなくなっちゃうんで、そこのところはお気をつけください。でですね、あともう一つイベントが、紹介するのがございます。まず一つ目がワイキキフォールフェスティバル、10月の12日の木曜日の16時から22日まで、これはカラカウア通りのブロックパーティーです。で、ハワイのローカルフードとかハワイの、ハワイアンクラフトのお店とかも並びますので、この日カラカウア通りは下の赤いところにも書いてますけど、交通規制、店こう立ち上げたりするので、だいたい2時ぐらいから交通規制カラカウア通りありますので、一部通行止めになったりとか規制が入るので、先ほどと同じで渋滞が入ります。で、ここはウーバー、先ほど言ってなかったんですけど、ウーバー使うにもそのたどり着けないからキャンセルになったりとか、ウーバーやってる人が少ないから値段が高騰したりとかで、ピンクラインも混雑しますっていうのがあるので、ここの期間で、12日の木曜日滞在されている方は早めにホテル変えるなりして、ここのワイキキフォールフェスティバルに参加する。で、この日は22時までなんで、結構夜遅くまでどんちゃんどんちゃんやってる感じになるので、そこを楽しむっていうイベントで考えられたらいかがでしょうかっていうところです。あともう一つが、ペットウォークで、こちらはカラカウア通りではなくて、カピオラニ公園で、行われている10月の26日の土曜日朝の8時から12時なんですけど、カピオラニ公園の通りを使って動物愛護協会のための募金を集めるコミュニティイベントになってます。で、ペットと飼い主が一緒にカピオラニ公園を一周するっていうラン&ウォークっていうイベントになるんですけど、ハワイで犬を飼われてる方が一堂に会して、可愛いワンちゃんいっぱい見れたり、いかついいかつい、ね、大きいワンちゃんとかも見れたりするんで、ワンちゃんが好きな方、結構ねアイコンでワンちゃんの絵使われてるフォロワーさんとかも多いんで、こういったところでカピオラに公園のこうワンちゃんを撮るみたいなっていうのとかもいいですし、募金を集めてるコミュニティイベントなんで、そういう風な出店とかも出てるかなっていう風に思いますので、こういう風なイベント参加されるのも面白いかなと思います。KH さん、ワイキキフォールフェスティバルめちゃめちゃ楽しみです。こちらね本当に面白いと思いますので、ぜひ参加していただき、結構ランチプレートとかのお店もあるので、比較的そんなに周りに比べたら高くないかな、店によってはちょっと高いかなっていうのもあると思いますね。そういう風なところも込みで、マリオットの手前のマクドナルドぐらいまであるので、ロイヤルハワイアンセンターのスタートぐらいから結構歩くので、そこは疲れない程度にゆっくり歩いて楽しまれたらいいかなと思います。ララスズランさん、こんにちは。7時半 KCC 朝一から行って、アイランドバナナジュースを飲んで野菜を買ったりして一周して、
40分過ごした後にカカアコファーマーズへ移動してジョジャのスマッシュバーガーを9時に到着して40分後に受け取って食べました。出店しているお店がそれぞれなので行きたいお店が多い方に行くのも決め手かもです。なるほど、もう完璧、これ答えですね。さすがです、素晴らしい、ありがとうございます、ララスズランさん。あとはこれから行かれる方にまず、お得に過ごしてもらうためにおすすめなのが JCB のクーポン、楽天ラウンジ、楽天のサイトで見れる、現地で使えるクーポン、あとはアロハストリートさんとかカウカウさんのクーポンっていうのがそれぞれあるので、どこか一つだけしか載ってないお店とかもあるので、あの見落としがないように、なるべくね、あのハワイ着いてからこういったどこのお店クーポン出てるんやろうって調べる時間ってすごいもったいないので、できれば日本にいててこうスケジュール組まれてる時に、まあ、ちょっとクーポンのサイトをいろいろ調べて、あのここの店行ってみたくて、10% オフカード使ったらこんだけの割引効くから行ってみようかっていう風なお店を探してスケジュールに入れていくっていうやり方がいいかなと思います。サイトでできるチェックできる、クーポンのおすすめとしてはオリオリ特典クーポンっていうこの文字で検索をかけていただいたら、あの今のリアル の, あの期限が生きたあの割引が載ってるクーポンが出てきて、あのスマホであればその画面見せたらいけるよっていうのもあります。で、あとは旅ラバハワイ、これが JCB さんのやつなんですけど、旅ラバハワイで検索してもらって、なんならアプリとかもあるのでそういったところでクーポンをチェックする、あとは楽天カードの特典クーポンで検索をする、あとはあの JCB ハワイガイドっていうアプリもあるんで、そこなんか立ち上げるごとに情報の更新があるんで期限切れがあまりないです。あとはあの最近よくあのインスタとかのアカウントもあるんですけど、アロコさん、メイドインハワイ TV を制作してるチームのそういうお得情報をまとめたインスタグラムのアカウントになるんですけど、このアロコさんの、インスタのアカウントであのおすすめのこうポケのお店とか、ジュースこういったところいいよとか、そういう投稿あるのでそちら見ていただいてもいいですし、アロコさんのそのインスタのプロフィールにあるサイトからあのお得なクーポンっていうのがあって、今ちょっと最近チェックしてないんですけど、あのカイコーヒーの8オンスのコーヒーが無料になったりとか、あのロイヤルハワイアンセンターの2階 の, あのフードコートのマラサダが、10ドル以上買ったら2個プレゼントとか、そういうふうないろんなあの特典が得られる情報があるので、そこ見ていただくで、じゃあこれがあるんやったらここ行ってみようかっていうふうな、プランの立て方もいいかな。ただあの割引適用するためにはあの指定のクレジットカードじゃないとダメよとか、何ドル以上買わないとダメだよっていうルールはあるので、そこは必ずチェックするようにしてください。山橋さん、アロコの買いコーヒーの無料クーポン毎日どこかのお店で頼みさせて、毎日使ったんですか。でも今度ホテル近いから毎日使えますね。いいですね。あ、いいな。いいの、いい情報聞きました。ありがとうございます。毎日使ってもいけるみたいです。ぜひ使ってみてください。続きまして、の、これから、まあ、今月ハワイに行かれる方とかいらっしゃると思いますので、準備におすすめな私の投稿です。あの、自分の告知です。あの、まず食品を持っていく、どれやったら持って行っていいのかなっていうのを私が気になったのでまとめた、あの持ち込み禁止の商品、あのアイテムをまとめた投稿と、あとハワイに行く直前1ヶ月前ぐらいからこういう風な準備した方がいいよっていう投稿とか、あの節約、あのハワイ、まあ、円高にまだまだならないのでなりづらい状況なので、こういう風なアイテムを持ってったら現地で節約できますよっていうところとか、あとはハワイに持っていくおすすめグッズでお得に過ごすために、まあ、先日行ったスワップミートをまとめた記事とか、まあ、移動にお得なあのザバスの記事とかございますので、私のプロフィールのところからこうバーッと見ていただいたら出てくると思いますので、そちらからこうバッと見ていただければ、もしよかったら保存ピッて押してもらったらいつでも見れる、あの現地でも見れるっていう感じになりますので、ご覧いただければありがたいかなと思います。イリーさん、日本に帰国するときに美味しいパンなどを手持ちで持ち込めますか？大丈夫です。あのできればあの保冷バッグ的な
あのアルミギンギラギンのやつのバッグとかにこうパン入れてもらって、あのまあ物によっては保冷剤とか、あのいろんなパン持ち替えられて、例えばあのレナーズのマラサダ一番大きい箱でフルフルで購入されてそれを持ち帰るとか、アラムアナセンターにあるシナボンのシナモンロールを大量に持ち帰って家に帰ってきて冷凍保存して楽しんでますって言われてる方とか、いろんな方いらっしゃるので、あの一人あのおすすめで教えていただいたのは、あの大阪おなじみの堂島ロールの保冷バッグ L サイズ、あれが結構しっかり入って保冷できて、そこにあのちっちゃい小袋の保冷剤を入れて、まあ、手持ちでこう飛行機入ってっていう風にやってます。まあ保冷剤は液体になるので量は限られるっていうルールを守りながらっていうところにはなるんですけど、そういった形であの鮮度をある程度キープしながら持って帰るっていう方法はありかなと思います。ヤマシーさん、マリンサーフも手話もいいです。そうなんですよ、両方とも初めてでずっと泊まりたかったホテルですごい楽しみです。チュンチュンさん、持ち込みできますよっていうことですね。パンありがとうございます。パンどこのパンを買おうとされてるんですかね、気になる。ヤマシーさん、私はスパムメスビも持ち込みますね。本当にあの空港で結構ご飯高いので、あの買える時にそれこそ ABC のスパム結びとかマラサダボールとか、あの他のお店でなんかパン買うとか、それこそ、ハレクラニベーカリーとかロイヤルハワイアンベーカリーとかのそういうパンブレッドを購入して、あのなんかパンは崩れないようにちょっと梱包はいりますけど、そういう風なやり方で飛行機に持ち込むっていうのは全然ありだと思います。あの食品の持ち込みは大丈夫なんですけど、液体、例えばまああのハワイアンさんの350のカンカンは持ち込めないんで没収されるんで、あのジュースとかはあの預け荷物、持ち込みの方の荷物に入れないように注意してください。ニャンニャンさん、おすすめはリリハベーカリーのバターロールかハレクラニベーカリーのクイニーアマンですということです。リーさん、私はダイヤモンドマーケットグリルのブルーベリーチーズクリームスコーン、もしくはリリハベーカリーのバターロールを持ち込みします。すごい、バターロールが今2票入ってますね。かずみさん、基本的に果物はダメだったような、そうですね、あの種子、種が入ってるやつは確かダメだったので、果物はおっしゃる通り気をつけられた方がいいと思います。ありがとうございます。ヨヤさん、見逃したところは飛行機で見たいと思います。あ、 Wi-Fi、 ほんじゃハワイアン航空ですかね。あのハワイアン航空の Wi-Fi スターリンク社すごい便利にはなってるんですけど、あの何人か Wi-Fi つながるからあの楽しすぎて、ね、寝てない人いるんで時差ボケになるんで、どっかで絶対寝てくださいね。あの気をつけてください。あの私もそれ言い聞かせるために今こうして言ってます。ちょうど6時になりましたので、あとはねちょっといろいろ細かい情報をお伝えしたいと思います。前先週も言いましたけど、ホノルルコーヒーのエクスペリエンス10月の13日に閉店になっちゃうんで、ワイキキからこうアラモアナ行く途中にあのアロハっていう壁紙で有名なホノルルコーヒー、中にこう焙煎所があってっておしゃれなところなんですけど、10月13日で閉まっちゃうので、ね、もしよかったら行ってください。あとチャートハウスはまだ開いてないみたいです。8月末オープンって言ってるのに11月の中旬予定なので、私が行く頃に再開してるかどうかっていうレベルです。次にインターナショナルマーケットプレイスのターゲットもまだオープンしてません。去年の私が行った時にカミングスーンで、まだカミングスーンです、スーンです。あとはヒルトンの、無期限のストライキの情報なんですけど、今のところあのそんなに影響はないって言いながら、あのウォーターサーバーの水が出ないところがあるとか、一部のラウンジ、あのペントハウスの方向けのラウンジが封鎖されてたりとか、あのちょっと不具合、あの影響は出てるみたいなので、そちらはヒルトン行かれる方はご注意ください。なんかね、調べようにもあまり情報が出てない感じでした。マハナグさん、 T シャツ見せてください。あ、これね、これ皆さん、あ、そうか、もう後半の人見てないですよ。去年これわかります、ハワイのダックレース、ダックレースでこのアラワイ運河、あの何て言ったらいいんかな、あのワイキキからアラモアナセンターに行く途中の運河あるでしょう、あのプリンセスホテルからあのアラモアナセンター行く、そこに下の橋と上の橋あるじゃないですか。
あの横がコンベンションセンターで、そこの運河にここのアヒルちゃん、このねアヒルちゃんを2万匹流すんですって。でこのアヒルちゃんが2万匹放出されて、スタートで荒淮運河をこうやって行くんですって。でこのアヒルが、5ドルん違う失礼しました、アヒル5匹を T シャツセットで30ドルで買えます。でそのアヒルを放出させて、そのあなたが買われたアヒルが1着でゴールをしたらラスベガスの旅行券がもらえるんですって。ただそのラスベガスの旅行券はホノルルからラスベガスですっていう旅行券が当たるっていう、あのこれはあの何やったっけな、募金活動の一環ですっていうので、そういう風なイベントがあるよっていうのを、あの先ほどコメントくださったかずみさんがコメントくれて、私 T シャツだけ欲しいって言って、あの15ドルで T シャツ買ってきていただいて、昨日のオフ会であの時価の金額私で購入させていただいたっていう形になります。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタライブは週に1回やってます。ぜひご参加いただき、コメントももらえると嬉しいです。その他ハワイの投稿もしております。YouTube 同様にご覧いただきますようよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。